は、なゆたです。本日の早朝にですね、僕はですね、YouTube パートナーシスプログラムに参加する資格を得ました。しかしですね、喜んではいられないんですよ。鉄道の撮影っていうと、やっぱり鉄道会社が収益化を禁止したりとか、まあ、特に JR 北海道とか、本日の JR 東日本のご利用ください。 JR 東日本もそうかもしれませんね。今度の2番線の電車はってなると、やっぱりこれで食べている方々、まあスーツ氏や西園寺氏などおりますけれども、これがね、禁止のままですと彼らも食べていけなくなると思うんですよ。ですけれども、彼らはスターなんで、スーツ氏や西園寺氏などですけれども、企業案件で食いつない、ちょっと言い方失礼か、食べてはいます。それはいいんですけれども、企業案件を得られない方々がやっぱり広告収入を得られないとなると、やっぱりモチベーションも失われますし、どのようにして鉄道の撮影をするのかわからなくなるんで、やっぱり鉄道会社さんの方々も一切の収益化を認めてほしいと存じます。あともう一つなんですが、やっぱり僕は なんでちょっと言い返したかというと、動画では私ではなく僕っていう言葉を使っている方針だからです。ずんだもんとか四国メタンとか、まあ予定では東北キリタンとか東北ずんことか使うじゃないですか。許可を取れば使えると思うんですけれども、おそらく僕の作っている動画にはまず許可は下りないんじゃないかなと思います。やっぱりそういうキャラクターのボイスロイド、まあ、名前ボイスボックスとか、なんだっけな AI ボイスっていうんですか、そのキャラクターが代わりに喋ってくれるシステム、すごく使う予定なんですけれども、やっぱり許可をするにはお金を払う必要があるんでしょうか。それだけならいいんですけれども、やっぱりお金がない方に関しては少なめにすればいいかなと思います。稼いでる方でもそのずんだもんとか、東北ずんこなど使っている、もしそれで稼いでいる方々なら、まあ、高くてもいいんですけども、それでも1年間で例えば5万円を払うっていうのはとてもじゃないが赤字になるとは思いますので、1本1本で動画1本につき、例えば何万円取りますとかじゃなくて、このお金を支払ったらどんなことでも、まあ気分を害するとかじゃなければいいですよっていうのにすればいいかなと思います。以上が僕の鉄道動画に関する、まあ、懸念でした。やっぱり一切の収益化を認めるべきだと思いますし、これで生活している方もいます。これがあと
収益化によって、モチベーションを上げることができるかなと思いますので、一切を認めるべきだと思います。最初の話に戻りますけれども、やっぱり僕の場合は鉄道の動画、敷地内にいっぱいいるんで撮るべきなんでしょうか。それは今迷っております。それでは、ご視聴ありがとうございました。